この原発事故を無駄にしてはなりません。この体験教訓、再び原発事故なんかも起こさせないために、福島県から立ち上がろう。子どもたちのために、農業のために、未来のために、僕たちは力を尽くそう。原発の時代を乗り越えるために、みんなで頑張ろう。今年こそ勝負の年だ。再稼働を止め、原発の時代を乗り越える、ヨーロッパ、ドイツで辿っているような本気の国民のうねり、必ず起こそう。やればできる。原発なんかたくさんだ。放射能まみれ、チェルノブイリ、僕らの浪江町はもう意味がない。誰のせいだ、はっきりさせよう。福島県の政治の問題が問われます。もう歴代の県知事、県会議員、国会議員、僕たちは問わなければなりません。除染なんか意味あるか。果たして除染が意味あるだろうか。金の無駄遣い、ナンセンス。みんなで頑張ろう。みんなで頑張ろう。僕たちの実力、再稼働を乗り越える、県民の連帯、国民の実力、今年は勝負の年だ。県庁の皆さん、聞こえますか。県庁職員の皆さん、一緒に原発を乗り越える福島県、全国に伝えよう。今年こそ勝負の年だ。県庁の皆さん、聞こえますか。県庁の皆さん、聞こえるでしょう。福島県の政治の責任です。原発を盛んに作り、東京電力と癒着しながら、今になって脱原発、問われるのは福島県の指導部の責任。県知事、県会議員、国会議員こそ問われなければなりません。おまわりさん、ご苦労様です。みんなで頑張ろう。原発を乗り越える、そういう新しい日本の姿は福島県のみんなで作ろう。おまわりさんも一緒に連帯しよう。みんなのためだ。子供たちの、孫たちの未来を守るために、僕たちは今年こそ勝負の年だ。再稼働反対。僕らの実力、連帯、全てが問われる。力を尽くそう。子供たち、孫たちの未来を守るために、What?
思いがけないたくさんの人数、これが福島の問題の凄さです。集める力、怒りの力、ここから始まります。行動する力、決して忘れない、忘れさせない反原発の声、福島から思いっきり声を上げることができました。皆さんの力です。先生も若者、昔若者、可愛い人、もっと可愛い人、いろんな人が、職業もいろいろ、素晴らしかったと思います。命の叫びの祭りでした。ありがとうございます。